アメリカ農務省の食事ピラミッド食事ピラミッドの新しい版。低脂肪食は脂肪やしばしば飽和脂肪酸やコレステロールを制限する食事法である。心血管疾患や肥満を軽減することが目的である。この食事法はカロリーを減らすことが容易となる。脂質は 1g あたり 9kcal ロロであり、炭水化物とタンパク質は 4kcal ロロであるため、 低脂肪にした場合にはより多い量を食べることができる。米国医学研究所は、飽和脂肪酸を制限し、肥満を予防するために、脂肪の摂取量を、総カロリーの35%に制限することを推奨している。総脂質摂取量を減らすことは、カロリー摂取量の減少につながり、体重を減らしたり、体重が増加することを抑える。全体的な利益は小さいが、 なお有益である。総カロリー量を減らす他の食事法と比較して体重減少の程度には差がないようである。低脂肪食は心疾患の予防が謳われている。総カロリーに対する35から40%の低い脂肪摂取量は総コレステロールと LLDL コレステロールを10から20%減少させることが示されている。このことの大半は 飽和脂肪酸の摂取量の減少によるものである。飽和脂肪酸は多くの研究にて、総コレステロールと LDL コレステロールを上昇させることが示されており、心疾患の高いリスクとなる相関関係がある。2013年のランダム化比較試験のメタアナリシスは、低脂肪食が総コレステロールと LDL を減少させたが、低カロリー食ではそうではなかった。低脂肪食 高脂肪食のどちらも明白に推奨することができないことを結論している。2019年のシステマティックレビューで糖尿病管理ために6ヶ月以上追跡した20件のランダム化比較試験が見つかり、低脂肪食と低炭水化物食の比較では基本的に血糖制御、体重と脂質に有意な差はなかったが、一部の研究では低炭水化物食が有利であった。 地中会食では体重と幅 1c のより大きな減少と糖尿病の薬を必要としない時期が長かった。完全再食とマクロビオティックでは血糖制御の改善、再食ではより大きな体重減少とインスリン感受精を示した。結論としてより良い血糖制御のために完全再食、再食、地中会食を導入すべきという証拠が見つかり、調査のためにより、 長期の試験が必要とされる。1977年に、米国の食事目標が報告されたとき、全900ページほどある、その、補足見解という報告書の多くは、死亡の問題点について挙げられ、動物性脂肪の摂取を減らすという目標につながり、飽和脂肪酸の摂取を減らすという指針が作られた。そうして、 脂肪の種類を大衆が判断するのは難しいと考えた栄養学者たちは脂肪は良くないという単純化されたメッセージを作り脂肪を30%に制限するという推奨は専門家の間でも定着し多くの脂肪を摂取した人々よりも健康状態が良いという研究結果が得られることが期待された実際に長期的に低脂肪食が良いと示した研究が存在したという ことではない。脂肪は良くないという1960年代から続いている神話は過剰な単純化であり、そうした食事や脂肪を含まない食品を生み出してきたが、効果はないと考えられる。脂肪が摂取カロリーの40%程度を占めるギリシャの伝統食である、市中海食は日本の伝統食並みに心臓疾患のリスクが低い。 実際には大きく4種類の脂肪が存在し、水素添加された油のトランス脂肪酸と肉や乳製品に含まれる飽和脂肪酸が新血管疾患に関連し、植物油、ナッツ、全粒子、魚に多いた不飽和脂肪酸、特にオメガマイナス3脂肪酸がそうしたリスクを下げる。2015年にも米国医師会雑誌で30%という勧告に意義が唱えられており、 最新の2015年の食生活指針ではその上限を撤廃した。ありがとうございます。